皆さんこんにちは、ふさです。今日は東大阪にあるハーレーダビッドさんに取材にさせていただきました。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日はこのブレイクアウトについてちょっと、お聞きしたいんですけども、はい、このバイクの説明ちょっとお願いします。わかりました。こちらのバイクはですね、まあ、見た感じもう直線基調の、はい、まあ、ドラッグレースするようなオートバイ。 T 字でめっちゃかっこいいですね。そうですね。で、足を前に投げ出すスタイルと、あの低く伏せる、うん、そのおっしゃられた T 字のハンドルが特徴のオートバイですね。はい、はい、もうその形を前面に押し出したデザインとなっておりますので、うん、でこのバイクのあともう一つの大きな特徴というのは、タイヤ周りですね。ちょっとカメラでは見にくいかもわからないんですけど、真後ろから見ていただいたのこの迫力のギアビューですね。ギアビュー、おー、はい、240mm のワイドタイヤ履いておりますので、うん、後ろから見られた時の圧倒的な存在感ですね。おー、はい、そういう特徴のあるオートバイクになっております。これも特徴なくないですか。そうですね、こちらももう、なんて言うんでしょう、アメ車窓なんかで、もうそうですね、すごく水槽なエアクリーナーなんですけれども、はい、ちょっと前にせり出した、はい、エアクリーナーも特徴の一つですね。この見た感じでも、まあ、すごいアメ車だなというような、デザインとなっておりますので、はい、そういった特徴がございます。それからこのバイクでこのアルミってすごくないですか、ホイール。あ、そうですね、こちらも前年とはまたちょっと変わったデザイン、衣装になってますけれども、前年型、前の1個前の方はですね、ここまであのホイールがです、ね、密になってなかったんですね、ラジナル型にもなってなかったんですけど、新たなカービンホイール、うん、カービンのような形のデザインのホイールを採用してきて、足回りもすごい迫力のあるスタイル仕上げてきたモデルですね。はい、ちなみにこれ何 cc ですか。これですか。117回転です。回転、はい、これcc 換算するとですね、1923cc です、うん、117cubic inch ですね。そういう意味なんです。そういうことなんですね。はい、インチ、一方インチです、うん、インチになっているので、うん、はい、それをそのまま cc 換算すると1923cc ですね。うん、はい、トルクはどれぐらいあるんですか。トルクはですか、トルク…そうですね、トルクはこっちが違います。そうですね、はい、168Nm。あ、なるほど。ってます。馬力は基本ハーレーじゃ出てないですね。あ、本当トルクだけ未表示になってるので、うん、はい、108Nm トルクでございます。やっぱりトルクが太いバイクって素敵ですよね。そうですね、楽ですよ。ねえ、はい、排気量大きいんですけれども、うん、暴力的なエンジンではないので、うん、非常に扱いやすい、うん、はい、なるほど。もう下からトルクが豊かなので、うん、したくてもできないぐらいトルクが強いです。非常に街中とかは乗りやすいオートバイですね。で、今ってね、排ガス規制で、はい、結構マフラーとか昔と違うと思うんですけど、はい、音の方とか昔と比べてもアップなってますか。よかったら後ほど音を、はい、エンジンかけさせていただきましょう。おー、ありがとうございます。はい、はい、じゃあそれじゃあね、今から視聴者の皆さんにこのバイクをじっくりと見ていただこうと思います。それじゃあ早速行ってみましょう。
はい、皆さん今日の動画いかがだったでしょうか。今日はバイクについていろいろと話してますけども、今日お世話になった店はハーレーダビッドソン東大阪店八重の里にあります。ということでね、本当にねバイク見てるとね乗りたくなっちゃうんですけども、まあ、ハーレーかっこいいですよね。いつかはね私も欲しいかなって思ったりしました。ということでバイクチャンネルいろんなことについては教えていますので、皆さんよければチャンネル登録もよろしくお願いします。失礼しました。